はいこんにちは。やっぱり直前期はたくさん歴史をインプットしたいはずです。えー、皆さん大好評のこの一問一答シリーズ、今回は文化史をやってみたい。文化史で代表的な大学といえば、関西の U 同志社大学だよね。はい、この同志社大学の過去問の中から。 まあ、いつも通り皆さんがちょっと手の届きにくい少し古めの過去問の中から50問ピックアップして時代順に並べ直してみました。まあ、日本史得意な方でもですね、ちょっとこう抑えきれていないような用語がもしかしたらあるかもしれません。はい。日本史苦手な人はもうこの50問は全部完全にインプットしてから試験会場に臨んでください。まあ、もう1週間を切ってきたこの時期なんですが、はい。まだ詰められるはずなんで。 諦めずに最後までやっていきましょう。それではやってみてください。どうぞ。はい、それでは第1問です。2014年の全学部日程から、この年はね、神社に関するテーマ詩が出題されて、ものすごいこう難問が続いたのを記憶しております。まあ、そんな中でも、島根県の出雲大社、別名出雲の大社は、明治4年、1871年までは、 え、所在の旧号名と同じ呼び方があったんだと。まあ実はこの出雲大社っていろんな呼び方があって、この所在の旧号名と同じ呼び方は、例えば演劇式なんかにその呼び方が記されております。これ覚えてないとできないんですが、これね、きつき大社って言うんですよね。で、いろんな呼び方があって複雑なので、明治政府はこの呼び方を統一するために、出雲大社と、 このように正式に名付けたわけなんですよね。で、この出雲大社関連の問題は、他にも、うんと、出雲大社の建築様式について、えー、これね、大社作りっていう建築様式だよっていうのを記号問題にこう選ばせる問題とかもあったんですが、今回これ一問一答式なんで、記号問題はこれ外しておりますんで、えー、これ以外にもう一問ね。はい、第二問ですね。 出雲大社の最新は中世にはスサノオの御事と考えられていたようだが、現在は出雲系神話の中心神とされる何とかの神とされると。まあ、このあたりも古事記なんかに出てくる国譲り物語っていうものをある程度知っていないとダメなんですよ。まあ、皆さん、あの、弥生時代の、あの、弥生文化のところでね、たくさんの 道剣とか、道卓が発見された島根県の遺跡はって聞かれたら、あの、広神谷遺跡とか、かも岩倉遺跡って出てくるじゃないですか。だから、あの島根県あたりには何かしら出雲政権のようなものが当時はあって、で、それが現在の天皇県にあたる王権にですね、本来は多分倒されたと思うんですよね。 しかし、この倒されたっていうと聞こえが悪いので、神話上はですね、日本という国を出雲政権から現在の天皇家に譲られたんだっていう物語を作るんですよ。で、国津神であった、今回の答え、大国の主の神からですね、現在の天皇家の神にあたる天津神の方に日本という国が譲られたというね、こういう物語があるんですよね。はい。かなり細かいところまで聞いてきますよね。 はい。では、第3問に行きましょう。これちょっと落ち着く問題ですよね。はい。アスカ文化期から、法隆寺の前身寺院の遺跡は何と称されているのか。これね、梅塔が作ったオリジナルのイカルガデラっていうのは、670年頃に火災にあったって言われております。えー、ただ、それ日本書紀という歴史書に書いていて、ほんまかいなって言われとったんですが、実際にその焼け跡がですね、現在の法隆寺の境内から発見されたんですよね。で、この焼け跡のことを、 若草伽藍って言います。そして、670年以降に再建された法隆寺こそが現在の法隆寺なんだと。このエピソードで押さえておく必要がありますね。はい、第4問に行きましょう。今度は、天平文化期の彫刻に関する問題でしょうか。飛鳥文化期や白鳳文化期の彫刻っていうと、近藤像中心なんですよね。ところが、天平文化期には新しい彫刻技法として、 えー、粘土を用いて作る素像だとか、あとは、えー、粘土に浅布を巻き付けて、で、最後こう、漆でコーティングをするっていう、間質像という彫刻技法がありますよね。この粘土を用いた彫刻技法っていうと、やはり素材が柔らかくなるので、この仏像自体の表現力が豊かになってね、えー、アスカ文化や白鳳文化期と比べて、すごいこう、人間味のあるような、 えー、そういう彫刻が、仏像がね、作られるようになっていきます。さあ、その作例なんですが、東大寺北景堂という建築物があって、この本尊というと、やはりこれは東大寺北景堂の福建尺観音像というのがあります。これはやはり観室像なんですよね。その背後に、ちょっとこう入ったところから見えないような位置に、えー、っと、置かれているのがですね、はい、この素像である東大寺の けはい。これを感じで知る記せっていうのは、なかなかね、難しい問題ではないかと思います。さすが文化史の同志者ですね。はい。第5問に行きましょう。今度は公認上観期でしょうか。密教において、心を統一して仏の悟りの境地におけば、生きたまま仏になることができるという考え方。えー、この考え方を、 促進成仏って言います。まあ、やはりね、いちいちこう、出家して家族や社会を捨てないと仏の道に入れないってなってくると、なかなかこう仏教って人々に浸透していかないじゃないですか。そこのハードルはもうちょっとこう下げた方がいいと思うんですよね。えー、多くの信者を獲得するという目的もあって、えー、生きたままでも、 えー、成仏することはできるんだよっていうような、こういう考え方が平安時代に入ると広まっていくんですよね。あの、気をつけていただきたいのは、あの、よくさ、あの、密教とかのお寺でね、人のミイラが安置されていることがあるんですよ。よくね。うん。え、これはね、促進仏って言って、促進成仏というのとは全くこう違う言葉の意味合いなんで、え、そのあたりね、混同しないようにね、気をつけてくださいね。 はい、第6問です。最長に送られた死後を何というのか。まあ、死んだ後に送られた送り名のようなものを何というのかっていうものなんですが、あの、有名なのは空海ですよね。空海は工房大使っていうのに対して、最長は伝教大使って言います。まあ、比叡山の延暦寺っていうと、いろんな僧侶が、そのね、僧侶の基礎、僧侶になるための基礎を学ぶためにやってきて修行するじゃないですか。 えー、そんな様々なあ、いろんなことを教えてくれるっていうような意味合いで、伝教大使っていうような、えー、死亡なんだということで、押さえておきたいですよね。さあ、第7問です。最長の弟子にあたる、縁人や縁鎮もまた、中国の唐にわたって仏教を学びました。えー、そしてこの縁人、縁鎮の時代に、天台衆も密教化していきます。 特にこの縁人の在等記録っていうのはあ、貴重な資料とされておりまして、まあ、かつてね、あのセンター試験なんかにも、えー、その時の,あの中国に渡った、党に渡った縁人がですね、こう、帰国したくないっていうふうにちょっとダダをこねるっていうようなシーンがですね、あの、資料読み取り問題で使われたりもしたんですよ。はい、この署名はですね、日東愚法巡礼後期って言います。 ま、一見難しく感じるかもしれませんが、これね、私大系の大学だと、結構定番の出題となりますので、まだ覚えきれてない人はしっかりと今ね、もうか書いて覚えてくださいね。日東九法巡礼後期です。では、第8問に行きましょう。京都府八幡市に鎮座する岩清水八幡宮です。はい、私が毎年、初詣に行くのは、この岩清水八幡宮なんですよ。この岩清水八幡宮は、実は9世紀の半ば頃、 九州のある八幡宮の最新を京都にわざわざ誕生したもので、えー、っと、神話に出てくる王神天皇や神宮皇后などを祀っております。さあ、九州で八幡宮というと、奈良時代の後半に、道教が即位しようとした時に、あの、例の、宇佐八幡神託事件だっ,ったじゃないですか。あの、大分県の宇佐八幡宮という、 はい。そこの神様を、こう、京都に連れてきたんですよね。答えは、嘘を入れればいいと思います。で、えー、っと、実はこのね、旧世紀っていうと、あの、公認上岸文化の上岸期で、上岸期といえば、清和天皇ですよね。で、清和天皇の子孫が、清和源氏になっていくじゃないですか。で、清和源氏は、あの、関東とか東北地方に進出していって、 で、鎌倉にですね、あの、鶴岡八幡宮っていうのを作って、そこに源氏の神を祀るでしょこの時にも、やはり、この、えー、聖和天皇が、えー、作った岩清水八幡宮の、この神様を、鎌倉の鶴岡八幡宮に今度は連れていくんですよね。だからそこまで一緒に押さえておけばいいんじゃないかなとは思います。はい、第9問行きましょう。なんか難しそうですね。ケビーシ識なんて聞いたことないよね。 これは現在ではすでに散逸し、これ旨の忠助の法制書、政治要略や儀式書最給記などに引用された資料の断片からその内容を伺うしかないと。で、えー、諸女の逸文を含むこの最給記は誰によって書かれたのか、その人物の名を漢字で記せもうザ・次第の問題です。 僕はね、大学の時にね、奈良時代、平安時代を専攻していたので楽勝なんですが、最急期っていうと、平安時代の三大儀式書の一つなんですよ。どうせならこの三大儀式書全部一気に覚えてください。まずは今回のこの最久期。ですか、えー、この作者の名前。これはね、アンナの辺で失脚した例の左大臣です。そう。源の高明なんだよね。で、これ以外にも、 あのね、北山省っていう儀式書があって、これは和漢楼栄集で知られる、えー、藤原の金刀ですで。最後に合計次第という儀式書は、えー、これはね、後三条天皇のブレーンの一人であった大江の正房ね。はい。ですので、この三つの儀式をどうせならセットで押さえるようにしておいてください。はい、第十問です。清原氏からは、 五千和歌集の編集にも関わった清原の元助など多くの歌人を輩出しております。清原の元助どっかで聞いたことあるなと思ってる人。はい、元助の娘も一条天皇の中宮帝氏に仕えた女房であると。さあ、中宮帝氏に仕えた女房の方は、あの枕草子の作者でもある清少納言の方ですよね。 一方で、藤原の道長の娘、少子に仕えた方が、紫式部だったよね。はい。そして、清少納言と紫式部はライバル関係にあるという。この女流文学のサロンにおけるね、この対立構図も押さえておきたいところです。はい。第11問いきましょう。もう鎌倉時代ですね。最初にもうこの襲来した年に、日蓮が海の国、 山梨県の美延山に建てた草案から、やがて発展して、北家宗総本山は、これ、日蓮宗総本山と置き換えてもいいですよね。さあ、その寺の名称を記してください。この辺もね、鎌倉時代の仏教師は、えー、それぞれの宗派の中心となるようなお寺を押さえておかないといけないんだよね。はい、日蓮宗総本山は、えー、この海の国の久恩寺と言います。 久遠寺はあれなんですね。最初建てられたのが、モコ修の年1274年なんで、やっぱりこう日蓮とか一辺っていうと、鎌倉時代でもこう後半のイメージを持っておかないといけませんよね。はい、第12問です。鎌倉時代の文芸史ですね。はい、藤原の定家の記した日記の名称を記してください。藤原の定家といえば、後鳥羽上皇の命令で、 あの、直線和歌集の一つである、新古今和歌集を編纂したことで知られます。えー、そんな彼は、日記も残しているんですよね。はい。この日記はですね、明月記って言います。あの、九条金金が記した日記が玉葉であるのと混同しないように気をつけてください。はい。続いて、第13問ですね。これ2013年に直しといてくださいね。 今日から鎌倉に下校した際に記された寄行文。いざよい日記、東刊寄行と並び称された書物の名称です。まあ、鎌倉時代も、このね、寄行文、ね、共通テストだったら一番最初のいざよい日記、えー、これが阿仏、もしくは阿仏にという女性が、えー、鎌倉に下った時の寄行文だっていうのを知っておけば大丈夫なんだけど、 死大ゲだラと等間気候。これが源の近行きですかで、最後にですね、解動器です。解動器はね、作者不詳なんですが、一説によるとカモの町名かもしれないと言われております。はい、これ三大気候文ということで全部押さえておいてくださいね。で、このいざい日記の中心人物でもある阿物について、少しちょっとね、 経図を考えてみたいんですが、はい、こちらをご覧ください。和歌の家について、どうせならここでしっかりとまとめておきましょう。えー、先ほど名月記で登場した藤原の定歌、ここにいます。新古今和歌集の変者でもあります。この大家の子供に当たるのが藤原のため家。そして、このため家の妻に当たるのが阿部津になんですよ。 だから、阿部次って、もしかして欠かす問題があったとしたら、これは、藤原のため家の、まあ、妻でも全然いいわけなんですよね。で、この両者から生まれたのが、ここ。霊勢ため助。まあ、これ藤原のため助が、えこう霊勢という、え名前にこう変わっていくんですよね。また、このため家は、別の奥さんとの間に、二条ため氏。さらには、 京国ためのりといった子供を作ります。で、一番上のこの二条家。そして霊贅家。このあたりはね、やはりね、代表的な和歌の家になっていきますので、しっかりと押さえておきたいところですね。はい、鎌倉時代の文芸史が続きます。結構こう、中世の文化史がね、この2010年代の中頃って結構、出題頻度が高かった時期なんですよね。 はい。古今著文集の著者は誰か古今著文集といえば、説話集の代表ですよね。はい。で、これね、2013年の問題なんですが、2017年の全学部日程でも、古今著文集の著者をね、書かせてますので、だいたい5年に1回くらい書かせてくるようなイメージなんですが、はい。この人物の名前は、え、立花の成末です。もうこれはね、知っておかないとなかなか解けませんよね。 さあ続いて第15問です。え空也が念仏暗揚する姿を表したものという、交渉作の木像が京都の寺院に伝わっております。高渉といえば例の、京派の一派で、寄席作りで仏像を大量生産していきます。さあ、交渉作の木像といえば、空也商人像がありました。口からね、南無阿弥陀仏というこの念仏が出ている、あの仏像です。 さあ、これはね、空也が改ざんしたとされる寺院に安置されておりますが、この寺院の名称を答えてください。そう、もちろんこれは、六原三次空也商人像ですのでね、この六原三次を答えてくださいね。密っていう字、漢字気をつけてくださいよ。はい、第16問です。 えー何や、なになに道元といえば、あの、相当州の階層ですよね。道元とともに日宋して、そこで中国の政党技術を学んで、瀬戸焼を創始したという伝説を持つ人物。まあ、最近はこの伝説はもう否定されておりますよね。瀬戸焼はもうちょっと早い段階で、平安末期頃からね、あの、始まっていたんではないかとも言われておりますが、まあ、この伝承を持つ人物といえば、加藤影正と言い,います。 あの、熊本城を作った加藤清正と混同しないでね、ここも気をつけたいところです。はい、第17問。軍記物語に関して、南北朝時代の成立で、足利高氏の幕府創立を中心とした作品は何かこれね、南北朝期の文芸といえば、やはりね、動乱の世相っていうものを表しているんだよね。 だから、南朝政党としているものもあれば、北朝の側の人間が書いたものもあるっていう、こういうまとめ方をしないといけないんですよ。当然、南朝側といえば、例の北畠近房が書いた人能衝突記がありますが、一方で、この幕府の側の人間が書いたとされる軍記物語としては、やはり賠償論を押さえておきたいですね。 あとは、釘の立場から書かれた歴史物語であるマスカガミ。このあたりまで押さえておきたいです。あと、あ、そうですね。太平記もありますよね。軍記物の太平記も、えー、セットで押さえておきましょう。はい、第18問いきます。剣無式目は人々がバサラと合して贅沢を好み、過敏な服飾で着飾っていることを指摘して今占めております。 そうですね。剣武式目は失素剣薬っていうのを求めますが、逆にこのバサラの風潮っていうのは、豪華や派手を好むっていう風潮なんだよね。はい。で、このバサラを代表する大海の主語は誰かというと、これね、佐々木隆行っていう主語がいます。別名、佐々木どうよとも言いますので、どちらで答えていただいても構いません。こう、結構能力の高い人で、 あの、五大五天皇の兼務政権においては雑草決断書の職員を務めていたんですよ。で、その後、えー、っと、室町幕府の側に寝返って、室町幕府においては万所の執事を務めたこともあるんですよね。あとはね、文化人として彼は、あの、大海の猿学を保護したっていうことにも知られますので、実は多種多様なね、活躍をした人物なんですが、 えー、まあこう次第系のね、難、え、関、ー、次第しかなかなか問われないっていうね、えー、人でもありますが、まあぜひ皆さんね、同志社に行きたいんだったらこの佐々木どうよぐらいは押さえておいてほしいところですね。はい、第19問行きましょう。えー、1336年に生まれ、若くして漱石に入り、はい、後に明に留学して文面を挙げ、帰国後に足利義満に重んじられ、 義道修身とともに五山文学の創壁と称された前奏の名前ですか。やはりこの五山文学っていうのは普段から監視文とか総学を学んでいて、まあそれを、そこから政治学を学んでるんですよね。したがって、こう政治顧問として活躍したりします。足利義満のこのね、えー、五山文学の総壁といえば、義道修身と絶海中心ですよね。 これもね、共通テストレベルだったら、もう二人名前だけ知っておいてくれれば十分なんですが、まあ次第系だとこれね、識別問題が出されるかもしれません。こうやって一人出しといてくれたら、もう片方答えればいいんだけど、<laughs> 識別しようと思ったら、やはり何かこう、著書名を入れておかないといけないんだよね。あの、彼ら監視が得意なんで、えー、っと、ここに出てるね、義道修身の方はね、えー、これはね、空下衆という詩集があります。空下衆ね。 はい。一方で、今回の絶海中心の方はですね、小健康という、これまた監視集があるんですよね。えぇ、ー、えぇ、ー、義道中心の方が空下キーと空ね。いいね。で、絶海中心の方が小健康で生徒誌ね、えー、っと、家業と作業みたいな感じで、この組み合わせさえ逆にと、えー、しなければ、あの、得点になると思いますので、えー、そこまで一応ね、目を通しておいてください。はい、第20問です。 古今和歌集の古実解釈などの秘伝を特定の弟子に教え、授けることです。紙に書いて伝えようとすると、その秘密の解釈がバレてしまいますので、これは、秘密を口伝していきます。口で伝えていくんですよね。この行為のことを、古今伝授って言います。古今伝授は古今和歌集の秘密の解釈を弟子に伝えていく。あの、古今和歌集オタクの武士であった、東の常よりっていう人から、 レンガでもおなじみの葬儀に対して古今伝授がされ。葬儀からこう三畳にしさねたかっていう区下、えー、に対しても伝授されたことは有名ですよね、えー。その後ね、古今伝授が繰り返されて、細川藤高。はい。えー、にも、その解釈が伝わってきたっていう <laughs> ところまで知っておけばいいんじゃないかなと思います。はい。第21問に行きましょう。 えー、呪落帝の遺構とされる何とかからもん。まあ、呪落帝は豊臣秀吉が京都に作った邸宅で、城、え、郭、ー、風の邸宅とも言われておりますが、残念ながら現存はしません。えー、ただ、その遺構がですね、残されておりまして、ある山城の国の寺院に残されているんですよね。はい、これは、えー、っと、あの、大徳寺に残されております。 林家の代表的な神でもある大徳寺の唐門といえば、これは呪楽亭の遺行なんだよね。あの、同様にですね、伏見城の遺行っていうのが、えっ、ー、と、つくぶすま神社の本殿に残されているっていうのと合わせて覚えておくと良いと思います。はい、22問に行きましょう。えー、能はい、石川県の七尾から上京し、生命力あふれるスタイルを生み出し、加能派に対抗しうる一派を立てたと。 この桃山文化機において、可能派のライバル的なね、位置づけなんだよね。ただその後、理解者や後継者がなくなり、その悲しみの中で、ね、小林図屏風を描いた画家。小、まあ、林図屏風から、長谷川東博を引っ張り出すことができるかどうかですよね。あの、長谷川東博といえばですね、えー、もう一作品、磁釈院ふすま絵っていうのがありますね。まあ、実際ね、京都の磁釈院に僕も行って見たことがあるんですけれども、 あの、息子が、息子の急増っていうのが、痴釈院の帰れ図っていうのをかい、あの、痴釈院のね、帰図っていうのを書いていたんですよ。ただ、息子がこう亡くなってしまうんですよね。で、息子がえ亡くなった悲しみを乗り越えて、お父さんの長谷川東白が、えー、桜図を書いて、この痴釈院ふすまいを完成させるという。えー、この二人の合作でね、痴釈院ふすまいっていうのは描かれているんですよね。 はい、第23問です。天草で出版された書物。これ、えー、天草版と総称されます。天草版の、えー、中でも現在最もよく知られた偶和集です、はい。気をつけてください。天草版平家物語にしちゃダメですよ。えー、これは天草版のイソホ物語と。まあ、これはもちろんイソップ物語から来ているんですよね。 はい。これがまあ、長崎でね、えー、出版されて多く出回っていたみたいですね。はい。では、第24問です。桃山文化期に、三味線を導入して、えー、小唄に節付けをして民衆に人気を、隠したダメだな。隠しただな。隠した、はい。堺の商人の名前はって聞かれております。まあ、これがいわゆる人形浄瑠璃の始まりの部分なんですが、 人形状理といえば、やはりあの、江戸時代元禄文化期の、竹本義太夫義太夫節っていうのがありますが、今回これ桃山文化期なので、あの、竜達節っていうのを作った、高砂ブ竜達を答えたいところですよね。これ辺も、え、元禄期と混同しないように、え、気をつけないといけません。はい、第25問です。徳川光圀が、水戸藩の別、 定に設けた局、えー、三つ国の藩,藩主就任後、小石川の水戸藩邸に移されて、編纂事業が本格化することになりました。これが、まあ、いわゆる大日本史の編纂です。はい、完成するのは1906年と、えー、日露戦争の後になって、やっと完成する一大、えー、歴史編纂事業ですよね。ただ、この、 え、詩曲はですね、春秋刺し伝序から選ばれたっていうのがちょっとわかりにくいですよね。ここはね。まずこの春秋刺し伝っていうのは、えー、っと、春秋って言ったら、例のあの、孔子が書いたとされる歴史書ですよね。えー、これね、注釈書なんですよ。うん。で、この注釈書に、えー、この序文のところに、えー、確かね、王子を明らかにし、 で、雷児を考察するから。なんかこういうようなフレーズがあって、そこから、小交換というふうに名付けられたと、えー。その由来のことなんですが、そんなこと全然知らなくたって結構ですよ。はい。第、え、2、ー、本史の編纂事業が行われた誌局名っていうので、小交館っていうのを答えればいいと思います。はい、第26問行きましょう。新井白石が薬島に潜入して捕らえられたイタリア人選挙師、もちろんこれは、誌どっちです。 えー、シドッチを尋問して得た知識や、えー、中国の地理書の記述を元にして表し、将軍に献上した世界の地理書の方です。これも識別が難しいよね。あの、西洋気分の方は、キリスト教の教義についてまとめた方なので、そちらを答えてはいけません。世界の地理書の方なんで、祭壇威厳を答えてください。はい、第27問です。 前の良卓や平賀源内と交流、はい。遠近法、陰影法を取り入れた洋風画を描き、1783年、日本銅版画を創生した人物名なので、やはりここは、忍ばず池図を、えー、描いた、芝交換を答えておきたいですよね。で、銅版画って出てきたら、やはり芝交換の忍ばず池図と、 青道伝前の浅間山津屏風とね、ここはやはり盗を覚えしておきたいところです。はい、第28問。鴨モのまぶちの著作、いきなり国学だ。1765年成立1806年間、こう、呪物の影響を受けない、日本固有の道を主張していきます。やはり呪物を排斥していくっていうのが国学の考え方で、えー、いわゆる広告士官のようなね、 えー、考え方につながっていきますよね。その著書名を知るせと、やはりこの次第形になってくると意外とこう著書名まで通ってくるあたりがちょっとめんどくさいところだとは思います。えー、もともとはこう万葉集を研究していて、万葉校という著書があったんですが、それ以外に、やはりカモのまぶの著書といえば、国以降というのがあります。日本固有の道を主張したって書いてあるので、 えー、国以降の方を答えておきたいですよね。はい、第29問です。えー、っと、あ、これもね、結構同志者が好きな人物だよね。オバマ藩士の子に生まれ、元折森長の没後の門人です。はい、ただし、平田筒根の方に流れていくんではなくってですね、歴史の研究や古典の交渉に優れた成果を残し、随筆、ヒコバを表した国学者です。えー、彼はね、 日本書紀を研究してそこから山戸心について、えー、研究した人なんですよね。はい、もちろん答えは万信友と言います。こうなってくるとやっぱり次第系だよね。はい、第30問行きましょう。名分論に立つ後期水戸学に感化を受けたある人物は、個性を明らかにして名分を正すため各地の荒廃した歴代天皇陵を倒査し、 1808年、三両氏を観光。歴代天皇領国軍別に掲げ、両ごとの古書も転居記事を示し、両系の形式編年なども試みた。この書物の著者名を答えてください。まあ、これはね、関西の三基人に数えられる人物なんですよ。基人って変なやつって意味じゃなくて、優れた人物っていう意味なんですよ。あの、海国兵団の著書である林志平。 そして、今回の三両氏の著者は、ガモウ君平ですね、えー。さらに高山彦九郎と。はい、この三人をしっかりと押さえておいてください。特にね、えー、このガモウ君平とか高山彦九郎っていうと、やはり、あの、勤能論者というか、尊能論者ということで知られますよね。はい、第31問です。1828年。 国外持ち出し禁止の日本地図を持っていることが発覚。翌年追放されたのがシーボルトですが、あここで追放されたのがシーボルトなんですが、彼が、えー、帰国後に表した書物です、はい。永久追放となったシーボルトが帰国後に表した、えー、書物はね、そのままなんですが、日本って言いますよね。まあ、ただシーボルトね、この後、えー、江戸時代の幕末にね、 実はもう一回内緒で日本にやってきているっていう <laughs>、まあこの豆知識も覚えておけばいいんじゃないでしょうか。はい、第32問です。1867年に開催されたパリ・万国博覧会ですね。これ幕末なんで万国博覧会はね、日本代表が、代表団のこれ行くんですよね。 で、えー、将軍徳川義信の名代として、まあ代理人として派遣された人物で、えー、義信の弟で帰国後第11代水戸藩主になった人物といえば、徳川昭武という人がいます。まあこれもね、ここでしか多分使わないので、知っておかないと、まあ厳しいですよね。難しいですね。はい、えー、では第33問ですね。 えー、1871年に何々が出されて、男性の髪型は残切り頭と呼ばれるものに変わっていった。まあ、ちょんまぎを言うていて、まあ、それをパーンとこう取って、パツンと言ったような <laughs>、こういう髪型ですよね。はい、これ、残切り頭って言います。えー、っと、71年出されたのは、これはもちろん断髪例です。はい、もうちょんまぎの時代はここで、ね、終わるわけなんですね。 え、残切り頭を叩いてみれば、文明開化の音がすると。えー、この有名な歌を知っていると思います。はい、第34問行きましょう。えー、明治政府は新党国境化政策を進めていきましたが、この政策は行き詰まりを見せました。で、えー、この政策遂行のために復興した仁義官が、だんだんとこう格が下がっていって、最終的には廃止されていくんですよ。 71年の廃藩置県の段階では、もう2巻6省制じゃなくなりますので、人義官は人義省にまず格下げです。で、さらに翌72年には、教部省に引き継がれていきます。はい。ですが、教部省も最終的には内務省に吸収合併されるような形になりますので、77年にはね、廃止されることになるんですね。 はい、35問です。神道国教化の動きの中で大きな打撃を受けた仏教界。さあ、ヨーロッパの留学中に、もう信教の自由っていうのが必要なんだと、え、いう立場から、はい、帰国後にですね、この仏教革新運動を展開していった浄土真宗本願寺派のソウルですね。え、これも結構品質の人物だと思います。もちろん、答えは、島島くらいだよね。 はい、しっかりと漢字で書いてくださいね。はい、スピード上げていきましょう。36問。福沢諭吉は、1860年に関林丸に乗って渡米しました。あの、新見正雄についていったんですよね。で、えー、1862年にはヨーロッパに行って、67年には再び渡米すると。もう外国行きまくりですよね。そんな諭吉が、 欧米諸国の歴史制度を紹介するために、え2度目の渡米、えー、の前年だから1867の前年なんで66年頃に出版した書物はって聞かれてます。ただ複雑口も色々書物があるので、何を答えていいのか迷うとは思うんですが、欧米諸国の歴史制度の紹介なんで、これはやはり西洋事情がいいんじゃないでしょうかね。まあ学問の進みはちょっと違うじゃないですか。 ね。えー、そう。で、もう一個ね、文明論の概略っていうのがあるんですが、どっちかというとこの文明論の概略は70年代の中頃かな。はい。えー、文明史家の立場で書いた、まあ、歴史書に近いようなものですので、はい。ですので、えー、今回のこの問い方だと不適当だよね。はい。従って西洋事情の方を答えてください。はい。第37問です。 これまた名力者のメンバーですかはい。オランダ留学で国際法を学んだ人物ですかはい。当時国際法は万国広報と呼ばれておりまして、これを観光した人物で、西洋哲学を最初に紹介したと。名力者です。これもね、共通テストだと、まあ、出題されないんですけど、次第系だと頻繁に出題されるのが、オランダで国際法を研究した西天音です。西天音は名力者の メンバーでもありますのでそこまで押さえておいてくださいねはい第38問明治初期の女子教育の理念は「かっこ」という言葉が、えー、示しているように家家庭に入っててをを整え子供を育てることとこれね漢字4文字でね良妻兼母って言います、まあ女性は家を守るものっていう考え方が明治時代にこう刷り込まれていったんですが この両裁権部主義を否定しようという動きは、例の大正時代にね、えー、市川夫妻とか、あとは平塚来長などによって進められていくことになります。はい、第39問。さっきの,あの福山幸一の文明論の概略とよく似ているんですが、77年から82年にかけて田口幸一が、えー、神道の起源から徳川幕府滅亡までを通論した、これも文明史観の切り口から書かれた歴書。 日本開花少子と言います。はい、ゆ吉と田口う吉とよく名前似てるんですが、セット覚えしておいてくださいね。はい、第40問です。80年代、警告美談。これ、政治小説のジャンルで登場する、えー、著書だと思いますが、これの執筆者は慶応義塾出身なんですね。大熊茂信のブレーンとしても活躍。 立憲改進党の結成にも参加しました。ただ後、後半のこの明治後期の活躍は、まあ、ほとんど出題されないので、ええー、まあ大丈夫なってないとは思うんですが、新社会を発表したことでも知られておりますね。ええー、もちろん警告美談の作者である矢野隆慶を答えてください。隆慶の隆っていう字は、ええー、こう簡単な方でも難しい方でもどちらでも構いません。 はい、第41問行きましょう。イタリア人の画家で、鳥の王立美術学校風景画教授、これじゃわからないが、日本政府に招かれ、76年に来日、神武美術学校の教師として、西洋画を、まあ、導入した人物です。もちろん彼の教え子といえば、明治美術界を発足させた朝井忠がいますよね。はい、神武美術学校に招かれた外国人教師は、油絵画フォンタネージ。 彫刻がラグーザでした。今回は油絵の方なんで、フォンタネージを答えてください。はい、第42問です。えコンドルは日本人建築家の育成にも尽力しましたよね。コンドルは建築家です。赤坂離宮を設計した格好及び、日本銀行の設計の立つの金庫です。日本銀行立つの金庫だ覚えましたよね。さあ、赤坂離宮の方を設計したのは、 片山東熊と言います。はい。彼らはいずれもコンドルの弟子っていうことで覚えておいてくださいね。はい。第43問いきましょう。86年の学校令。はい。これによって学校系列ができました。帝国大学令、市範学校令、中学校令、小学校令。そして義務教育は3年から4年と一応定められたんですね。 義務教育と定められた小学校は何と呼ばれたのか漢字で記るせとありますが、実は小学校2種類あって、えっと、高等小学校と尋常小学校があります。もちろんこれ普通っていう意味合いの尋常小学校ね。こちらが義務教育となりますので、はい、尋常だけでいいのかな尋常小学校って答えないとダメなのかなはい、これを漢字で書くの結構難しいんですが、はい、しっかりと、 はい、第44問です。上記の資料。まあ、これは省略してますが、ある人物が1891年。はい、91年は明治憲法ね。大日本帝国憲法交付後。私学会雑誌に連載した、太平記は私学に益なしと。大胆なこと言いますよね。ちょっとね、やっぱり実証私学の観点からすると、太平記って客色が多いようなイメージなんですよ。 はい。だから、この実証史学の立場から、どんどんとその、旧来のこの歴史学をね、批判的に捉えていった人物なんですよ。でも、こう、天皇を中心とするストーリー、神話なども、こう、通列に批判するような立場を取りますので、えー、彼はですね、帝国大学から追放されてしまうんですよね。はい。えー、っと、例の、神道は祭天の古族という論文を書いたことでも知られる、久米国ニを答えておきたいところです。 はい、続いて、大日本史の継承方針とする当初の感染性死構想を引き継いだ大日本変年史の編纂。まあ、大日本史を継承してるんで、南北朝時代とかは南朝を正当としてるんでしょうか。えー、ところが93年に政府により停止され、えー、私学の発達に不可欠な資料群の編纂刊観光に専念することになったと。 で95年にこの構想の下で改めて帝国大学文化大学に設置された部局名ですか難しいなぁ。うん。帝国大学なんで、あの、森有鳥の学校例の交付の後に、帝国大学となったじゃ東京大学がね、帝国大学となった時には、これまだね、資料編纂係って呼んでたんですよ。 大正時代に入って、原大学の時に、大学令が交付された後に資、資料編纂係は、資料編纂所っていう風に、えー、名前が変わるんだよね。えー、現在はもちろん東京大学のね、えー、資料編纂所になっていくわけなんですよ。今回は帝国大学、文化大学の時代なので、資料編纂係って書かないといけませんね。小林さんきついよね。第46問です。 お百度詣という沿線詩を執筆した女流詩人です。沿線詩は戦いを嫌うことなので、の日露戦争に対する反戦詩だと捉えてください。あの、与謝野明子がね、えー、君死にたもうことな彼という詩を読んだことは知られてますが、この女性もまた自分の、えー、夫が戦地に行くことを嘆いた歌を詠んだんですね。 国を守ることよりも私は夫を守りたいみたいなそんな歌だったと思いますが、女性の名前は大塚久す子と言います。これもね、よさのあきこじゃ許してくれないんだよね。同志者はやはり大塚久す子まで必要なんですよ。はい、まだ覚えきれていない人。えー、もう今がチャンスですのでしっかりとインプットしてください。はい、第47問です。1919年山本さネ彦が創刊した総合雑誌かな はい、まあ、これ定番だよね。はい、もちろんこれは改造です。ただ皆さん、このタイミングで総合雑誌全部復習してみてくださいね。滝田町院が発行人となって、吉野作造の論文を載っけた中央公論。はい、そして今回、山本茂彦が発行人となっている改造。えー、それ以外にも戦後になってから、えー、創刊されるのが、えー、世界や思想の科学がありますよね。 あとは、あの、朝日新聞を退社した長谷川女世官が発行した、我らぐらいまで押さえておきますかはい。覚えられ今日覚えておいてくださいね。はい、第48問です。はい、さっき出てきたフォンタネージの弟子、浅井忠に学び。京都洋画界を代表する巨匠となった人物で、安井宗太郎とともに文化勲章を受け、資近所だ。はい、ここまで来たら大丈夫だろう。 あの、北京のお城、紫金城を描いたのは、梅原龍三郎の方ですよね。反対に安井宗太郎は、金曜という女性を描いたことでも知られますよね。はい、第49問です。大正末期から昭和初期にかけて、社会主義運動が高揚し、プロレタリア文学運動が盛んとなりました。1921年はヒントですね、フランス帰りの小牧大宮によって創刊された雑誌。 プロレテラア文学運動の出発点ともなる雑誌は、種まく人です。で、その後ですね、急進派が、まあ、戦期。そして、恩恵派は文芸戦線という、それぞれ雑誌を持ってですね、このプロレテラア文学運動が展開されていくんですよね。さあ、最後第50問ですね。 この先記派の方、急進派の方の代表的作家の一人であるなんとかは、自らが体験した共同印刷葬儀を題材とした太陽のない街を執筆しました。まあ、カニ光線を執筆した小林喜二と、そして太陽のない街はもちろん徳永素直です。あと、恩恵派の方も、あの、海に来る人々の葉山芳樹と、まあ、このあたりまで押さえておけば、このプロレタリア文学もバッチリですよね。 はい。ということで、今回、2012年から14年までのね、同志者の文化史50問やってみました。さあ皆さん一体どれぐらい取れたでしょうか。はい。では、今回のテーマはここまでです。